シリーズでお伝えしている SDGs 私たちにできること、今日は陸の豊かさも守ろうです。福岡県桂川町の農家の男性が取り組むアイガモ農法、化学製品を使わず自然の生態系を生かしたいわば一石五鳥の米作りを紹介します。45、46、元気よく水田に向かうアイガモのヒナたち。行われているのはアイガモの畜産と稲作を組み合わせたアイガモ農法です。いわば田んぼからご飯とおかずが取れる画期的なこの農法。福岡県桂川町の古野隆夫さんが第一人者と言われています。農業の本当のこう面白さ、醍醐味を表現している第一級の風景だと思いますけどね。古野さんは九州大学農学部を卒業後、完全無農薬の有機栽培をスタート。無農薬栽培の課題の一つである雑草に頭を悩ませていたところ、アイガモに草を食べさせる除草法を知り、およそ30年前にアイガモ農法を始めました。常に稲とカモと相談してですね、やっていかないかと。これからもますます広がっていくと。そうですね、と思います。まあ楽しいからですね。有機栽培では除草剤や殺虫剤を使わないため、草取りや害虫駆除の手間がかかりますが、雑草や昆虫を食べるアイガモがこうした作業を代行します。またアイガモが動き回り、田んぼの泥をかき混ぜることで稲に刺激を与え成長を促すほか、その糞は肥料となります。こうして育ったアイガモは最後は食用として出荷されるため、まさに一石五鳥です。古野さんは自然に近い環境で育てることがアイガモたちへの恩返しになると考えています。これセジロウンカ、白いやつ、これも文化です。近年問題となっているのが農薬の効かない害虫です。2013年には西日本で雲化の被害が多発し、農作物の被害額は100億円を超えました。アイガモ農法はこの問題にも効果的です。ベトナムから中国に飛んで、もう日本と同じ農薬を使うようよ。でその中で生き残ったやつしか飛んでこんだよ。だからオリンピック選手、選抜選手が来るき農薬機械よね。でもアイガモはすぐに食べますから、飛んできたら、ね、アイガモを狙う野犬やカラス対策も進化しています。うん、ちょっと触ってみてください。うん、いってあれもそんなに強くはないんですね。多分柵には1秒ごとに電流が流れますが、脅かすことが目的のため、生き物を危険にさらす高圧電流は使用していません。またカラス対策としてあえて見えにくい糸を張っています。見えた方がいいんじゃないかなって思ってたんですけど。見えるのは脅しです。カラスはどうしたらいいかを考えることができます。光の方向によってこう見えるけど、方向によって見えんもんね。で当たったらもう来なくなる。でもう一つ重要な点は、カラスはそれを伝えます。頭がいいから仲間に、だからこの地域のカラスは来ない。高価な農機具や農薬を使わずに効率的な農作業ができるアイガモ農法は、アジアの国々で需要が高く、古野さんは技術を伝える活動も行っています。また有機栽培やアイガモ農法を志す研修生を定期的に受け入れ、後進の育成にも力を入れています。古野さんが家族に安全なものをっていうのを聞いて、あ、いいな、そういうのこう安全なものを作れたらいいなっていうのもあって、まあ、普通の農業はお金を得ることが目的という、もちろんお金を得ることも目的ですけど、でも農業すること自体が楽しいというですね、まあ、言ってみれば農業の醍醐味に近づいたかなというところがありますね。
効率的な農業を実現したアイガモ農法。環境にも優しいその手法は、持続可能な社会の実現に一役買っています。まさに一石五鳥なんですね。消費者の支持も得られそうですよね。はい。